出身のサッカー選手である。1954年から1963年までソ連代表でキャプテンを務めた。彼はチームを1956年夏季オリンピックでの金メダルと1960年の第1回欧州選手権での優勝に導いた。1958年ワールドカップでは怪我のために1試合の出場しかできなかったが、 ソ連が準々決勝に進んだ1962年、ワールドカップでは4試合すべてに出場した。代表通算成績は54キャップ4ゴール。クラブでは1949年から1966年までスパルタク・モスクワでプレーした。リーグ戦で367試合出場37ゴールの成績を残し、 5度のリーグ優勝と3度のカップ優勝を手にした。彼は1966年に引退するとアイスホッケー指導者に転身した。1957年にはレーニン勲章を授与された。スパルタク・モスクワのリザーブチームのスタジアムには彼の名前が完成られている。引退後は AC ・オモニア、新ニク・ヤロス・ラブリ、イラン代表、スパルタク・モスクワ、パニオニオス。 ネフチバクルで監督、コーチを歴任。ソビエト連邦代表スパルタクモスクワ。ありがとうございます。